アーチボルド・コックスアーチボルド・コックス・ジュニアは、ジョン・ F ・ケネディ大統領時の商務長官、ウォーターゲート事件の特別検察官を務めた、アメリカ合衆国の法律家。1912年5月17日に、ニュージャージー州プレーンフィールドで生まれた。ハーバード大学、ハーバード・ロースクールを卒業後、合衆国高訴裁判所のラーニド・ハンド裁判官の調査官を務めた。その後、 ハーバード大学法学部教授となり、憲法、労働法などを教授した。1973年10月20日、リチャード・ニクソン大統領は、ウォーター・ゲート特別検察官のコックスを解任するように命じた。司法長官、エリオット・リチャードソン及び司法副長官ウィリアム・ d ラッケルズ・ハウスの両人は、この命令を拒否して辞職した。命令は、商務長官である、 ロバート・ボークによって実行されることとなった。これら一連の出来事は土曜日の夜の虐殺と名付けられた。2004年5月29日、メイン州ブルックスビルで92歳で亡くなった。ありがとうございます。